アレハンドロ・アレベナ・イン2015・アレハンドロ・ガストン・アラベナ・モリはチリ出身の建築家。2016年のプリツカー賞受賞者。2016年のベネツィア・ビエンナーレの建築部門におけるキュレーターでもある。サンティアゴ生まれ。1992年にチリ・カトリック・教皇庁大学を卒業し、1994年にアレハンドロ・アラベナ・アーキテクツを設立。 2000年から2005年までの間、ハーバード大学のグラデュエートスクールオブデザインで、客員教授を務めた。現在、チリカトリカ大学のエレメンタル、コペックプロフェッサーを務める。著作としては、ロス・エチョス・デラ・アルキテクトゥーラ、エル・ルガール・デラ・アルキテクトゥーラなどの著書、エレメンタル、インクリメンタル・ハウジング・アンド・パーティス・ポトリ・デザイン、マニュアルといったモノグラフがある。2009年から2015年まで、 プリツカー賞の審査員団の一員を務め、現在は、王立英国建築家協会の国際フェローである。また、アラベナは、社会的な関心を持つ、英利企業エレメンタル SA の執行役員に2006年に就任した。2015年7月には、ベネツィアビエンナーレの建築部門ディレクターに指名され、2016年に、ベネツィアで開催される、 第15回国際建築展のキュレーション責任者となった。サイアミーズ・タワーズ・アット・ザ・カトリック・ユニバーシティ・オブ・チリア・アラベーナは、建築を学ぶ学生が通うカトリカ大学の学部棟である、シャムの塔サイアミーズ・タワーズの設計を手掛けた。また、コレヒオエルクエン、モンテス・ソーリ、彫刻家の家、ピリウェイ・ココに面する家、テキサス州オースティンの聖エドワード大学にある。 ハント、レマンズ&、ジョンソンレジデンシャルホールズ、バイルアムラインのスイス企業、ビトラのアートワークショップ、サンティアゴの都市公園などの設計も手掛けるほか、企業エレメンタルが主導するプロジェクトも率いる。ありがとうございます。